プロ野球選手の奥さんになりたい女性の方たちは多数いるが、プロ野球選手と結婚となると、ものすごい競争率に勝たなければならない。まず普通の一般人の女性なら、プロ野球選手と出会いがまずない。そうなると、プロ野球選手と出会える確率が高い職業は、女子アナ、タレントなどが確率が高い。しかも彼女たちは容姿は申し分ない。が、しかしプロ野球選手と結婚したとしても、選手が大成するともわからない。逆に成績を落とす選手もいる。そのまま球団からクビと言い渡される場合だって十分にある。せっかくプロ野球選手の奥さんになったのに、クビを宣告されたのならば、彼女たちは一体なぜ野球選手と結婚してしまったのか。そう、彼女たちはリスクを承知で結婚したのだ。そこで今回、プロ野球選手と結婚された個性的な女房2人を紹介していきたい。野村幸代。プロ野球初のプレイングマネージャー、日本プロ野球歴代2位の657本塁打。パリーグ初の三冠王など、数えきれないタイトルを受賞した。監督としても1565勝、当時弱小球団ヤクルトスワローズを3回も日本一に導いた名将、名実とともに素晴らしい、野村克也なのだが、その妻野村幸代も、野村克也並みにすごかった。野村克也と野村幸代は、お互い妻、旦那がいる状態で結ばれたのだ。いわゆるダブル不倫だ。不倫なので、相当燃えたことでしょう。が、しかし野村克也の反省で、幸代氏は足を引っ張ることが多かった。南海監督解任事件。二人の結婚までには、出会いから8年もかかったのだが、そんな中ある有名な事件が起きていた。野村克也氏が南海のプレイングマネージャーだった77年、2人の不倫スキャンダル、さらには幸代氏が南海ホークスの球団運営に我が物顔で現れ、口を出しているとマスコミ等に大々的に報じられたのだ。不倫スキャンダルの報道を受け、野村克也氏は後援会の会長から、野球か幸代さん、どちらかを選んでください、と問われ、野村克也氏は、幸代さんを選ぶと答え、シーズン途中ながら、南海ホークスの監督を解任することとなった。球団運営に対して野村克也氏とフロント陣との関係はあまりよろしくない状態で、南海サイドは幸代氏との件を野村切りに利用したとも言われていますが、本当に野村切りのために幸代氏が利用されたかは定かではないです。当時野村克也氏と同じチームメイトであった江夏豊氏は、後年、球場のベンチ裏に幸代氏が来ていたという事実はなかったと証言しています。脱税問題。1998年オフ、野村克也氏は黄金時代を築いたヤクルトの監督退任後、10月になって阪神監督に就任。が、しかし阪神の監督に就任して、なんと3年連続最下位だった。それでも4年目の続投が決定したのだが、なんと、幸代氏が2001年12月5日、脱税容疑で逮捕。この事件を受けて、野村克也氏は夫人の容疑に対して責任を取り、阪神監督を辞任することとなった。辞任会見で野村克也氏は、このような状況では来季の指揮を取るわけにはいきません。ファンにも申し訳ないということで、監督は辞任させていただくことにしました。3年間最下位に終わり、私の力でチームを立て直せなかったことは心残りです、と野村克也氏は言葉を詰まらせることもなく、語った。神田宇野を、平手打ち。98年幸代氏が、米ハワイで神田宇野を、ビンタする騒動が起こった。当時克也氏が監督を務めていた球団の投手と、宇野との破局報道後だった。帰国前日にビンタを認めた宇野だが、帰国時に誤解です。殴られていません、と一転、否定。その後、現場に同席していた三河健一が、二人を握手させた際に、幸代さんが、あんたちょっと、叩かせなさいよ、と、宇野の頬を叩いたと証言した。経歴詐称。幸代氏は1999年に行われた衆院選に立候補したが、選挙公報などに記載したコロンビア大卒という経歴が詐称ではないかと噂され、公職選挙法違反で告発された。副
起訴処分となるも、激しいバッシングを受けた。野村克也氏は当時のことについてインタビュアーに、なぜそんなバレる嘘をついたんですかね、聞かれると、格好したかったんじゃないの、とさらりと答えた。驚いたインタビュアーが、そういうことってあるんですか、と尋ねるとノムさんは、あるある、とにやりと笑った。数々の問題を抱えた幸吉なのだが、野村克也氏は幸吉のことを本当に愛していた。幸吉がマスコミに叩かれようと、野村克也氏は真っ先に自分が責任を取ったり、公の場で頭を下げ幸吉を守っていた。野村克也氏は生まれ変わっても幸代と結婚したいと発言している。周りから見れば、野村克也氏は幸吉に迷惑ばかりをかけられてきた。しかし野村克也氏がそれをも受け入れればいい話なので、他人が口出すことではない。落合信子。選手として3度の三冠王、監督としても2004年から2011年まで中日の監督を務め、全ての年で A クラス入りを果たし、4度のリーグ優勝、1度の日本シリーズ優勝を達成している落合博満の夫人、落合信子氏も素晴らしい夫人だ。落合信子氏はホステスをしていた。1980年頃にロッテオリオンズに在籍していた落合博満と知り合い、1984年に結婚した。落合の歯を自ら数百万出し矯正させた。落合氏はロッテ時代、全然活躍できなかった時期に信子氏が経営するスナックの常連客であった。信子氏は落合氏に対して、才能のあるあんたがなんで年俸360万円なの、私よりも稼ぎが少ないじゃないと揶揄しながらも、あんたはプロ野球選手として一体何がしたいのと問いただすと、落合氏は三冠王になりたい。すると信子氏は、じゃああんた歯を治しなさいと、信子氏は自ら数百万円を提供して落合氏の歯の治療矯正をさせた。落合をわざと太らせて打球の飛距離が伸びた。1982年に落合氏が最初の三冠王を取った時、本塁打数が32本だった。前年の本塁打王の門田博満、トニー・ソレイタの44本よりも10本以上少なく、落合の三冠王はラッキーという評する向きも少なくなかった。信子氏は落合氏に、門田、ソレイタ、ブーマー、本塁打をたくさん打っている人はみんな太っているじゃない、あなたももっと太りなさいよと言い、以来落合家の食卓に数え切られないほどのメニューが並ぶようになり、博満の体重はあっという間に10キロ近く増え、打球の飛距離が格段に伸びたという。落合のために我が家でソープランド。ロッテ時代、ソープランドが通いをしていた落合氏に、私が浮気したらどうする、君は遠征先とかでソープランドへ行ったりしているんでしょう、ねえどうなのと聞いた。すると落合氏は、ソープランドが浮気かよ、性処理ならいいじゃねえかと言い放った。信子氏はこの発言に、この男はひょっとすると私の想像をはるかに超えた大物かもしれないと脱帽したという。そして落合氏が買ってきた男性週刊誌を教材に勉強し、夜の生活についていかに研究不足かを思い知らされ、ソープを我が家でやってみようと思い立ち、ソープの技術をマスターした。その後、落合氏に、後でソープランドごっこしてあげるからお客さんになりなと言って準備の様子を見せたところ、それを機に落合氏のソープ通いは収まったという。ここまでできる女房なんて世界中探してもなかなかいないだろう、こんなに旦那のことを尽くせば旦那は大成するだろう、いや大成しようと頑張ろうとする。今回紹介した野村幸吉、落合信子氏、2人とも個性的な夫人だったが、やはりこの2人の支えがあったからこそ、野村克也氏と落合博満氏はプロ野球史に名を残せた名プレイヤーになったのだろう。女性は偉大だ。